鬼頭明里ファーストミニアルバムカレイドスコープ楽曲紹介。はい、皆さんこんにちは、鬼頭明里です。本日は8月4日にリリースしますファーストミニアルバムカレイドスコープからフォローミーという楽曲を紹介したいと思います。この楽曲の作詞作曲編曲はアルテリファクトの脇雅富さんです。今回のミニアルバムは各曲フィーチャーしている楽器があるんですけども、この楽曲はシンセサイザーにフィーチャーした楽曲となっております。すっごい可愛らしい曲となっていましてですね、まあ音楽サウンドもすごい可愛らしいんですけども、歌詞とかもめちゃめちゃ可愛くて、今まで私も女の子らしい楽曲っていうのを歌ってはきたんですけど、ここまで可愛いなっていう曲は意外とアーティストでは歌ってなかったので、ちょっとまた新しい一面が見られる楽曲かなって思います。歌詞も本当になんかまっすぐで純粋な恋心みたいなのを描いていて、すごく可愛いので、そこら辺にも注目していただけたら嬉しいなと思います。ということで、フォローミーぜひたくさん聞いてください。以上、鬼頭明里でした。バイバーイ。待てないよ、もう